ネットワークアナライザーにおけるプローブの構成手順についてお話をさせていただきます。必要なものはネットワークアナライザー本体とプローブと ISS インピーダンススタンダードサブストレート、インピーダンスの標準基板ですね。これが必要になります。ISS に付属されている定義値というものがありますので、これをネットワークアナライザーに入力していきます。最初はこの定義値のことについてお話をさせていただきます。で、左側の上がロードの例になります。高周波において50オームの純粋な抵抗成分だけというものはなかなか作るのは難しくて、どうしても規制成分 L 成分や C 成分が入ってきます。で、高周波においてはこれらの成分が無視できないので定義値に入れてあげる必要があります。L ですと直列に入っていますし、 C ですと並列に入っているようなモデルです。で、下がですね、これはZプローブっていうやつですね。これの、についてくる定義値なんですけれども、オープンの容量ですとか、ショートのインダクタンス、それからロードのインダクタンス、こちらマイナスという符号がついてますので、実際は容量成分だと思いますけれども、この L で表現されています。で、そこでですね、オープンは容量値を入れることができるんですけども、ショートやロードでですね、この L 成分を直接ネットワークアナライザーに入力できないタイプのものもありますので、その代わりにですね、それをどうやって入れるかといいますと、伝送路のモデルに置き換えてですね、ちょうどこの右の上の図になりますけれども、50オームがあって、そのところですね、ある長さを持った、そしてある特性インピーダンスを持った伝送路を置いて、そこの入力インピーダンスというものが結果的にこの左側のものと一致していればよいというような形で表現をします。伝送路のモデルとして表現します。で、その伝送路のモデルがその遅延時間とラインのインピーダンスということになります。一般的にはそのインダクタンス成分に関しては500オームという値が使われて、容量成分に関しては5オームという値が使われます。これなぜかというのは後で説明いたします。で、再びロードの定義についてなんですけども、この左側がネットワークアナライザーのロードの定義値の入力画面になります。ご覧いただいているように、そのインダクタンスとかキャパシタンスを入れる箇所はありません。で、代わりにこのディレイキャラクタリスティック、要するに伝送路のモデルですね、ディレイとインピーダンスを入れる箇所があって、右がロスですね。ただ今回はですね、このロスは無損失、ロスレスってやつですね、無損失として扱いますので、ここは0になります。0を入力しておきます。で、伝送路のモデルに置き換える話の続きなんですけれども、先ほどお話しした通り、50オームの抵抗に、ある、長さとあるインピーダンスを持った伝送路がついておって、そこから見た入力インピーダンスというのが定義値と等しくなっていればいいわけです。で、この伝送路、無損失の、伝送路の、計算式がインピーダンスが、この、C 分の L のルートを取ったもの、それから遅延時間が LC の掛け算にルートを取ったものという、これは伝送路の式になりますけども、ここからですね、 L のモデルか C のモデルかによってこのディレイ値を求める式が変わっていきますので、それぞれの式を当てはめることになります。で、今度例としてインダクタンス成分ですね、定義について考えてみたいと思います。で、この例はですね、抵抗50オームに直列で100ピコヘンリーのインダクタンスがついていると、 100.5 ピコヘンリーですね。で、これを定義したいというふうに考えます。で、このモデルではインピーダンス、特性インピーダンスが500オームのラインに遅延時間を入れるということになりますけれども、その遅延時間というのがこの左下の式ですね、 L の Z0 で割ったもので、ここで500オームという値を採用しています。で、この 100.5 ピコヘンリーに500オームを割ると201フェムトセックということになります。
で、このシミュレーターは残念ながらその遅延時間を入力することができないシミュレーターなので、電気帳に変換していますね。2πf、f は、ここでは 1GB として規定されてますので 1GHz を入れた電気帳を入力しますと。で、このシミュレーターの結果ですね、を見てみたいと思います。で、左上がですね、ケース1、これが元々の定義値に書かれているモデルになります。で、ケースと2と3でですね、ラインのインピーダンスを500オームと5キロオームにしたものがあります。で、結果、ゴールとしてはこのケース1に近づいておればいいということになります。左下は横軸周波数で、縦軸はインピーダンスですね。この3つ、ケース1、2、3、重ね書きにしているので、ちょっとよくわからないので、差分がわからないので、これはケース1を基準とした差分ですね、割り算をしてみたいと思います。そうすると、ケース2が青い線、ケース3が赤色の線なので、まあ、0に近づけば近づくほど、ケース1に近いということなので、この例ですとケース3の方が良いモデルということになります。5キロオームのラインを使った方がですね。で、このようにより高いインピーダンスの伝送路にした方が良い近似になるということになります。しかしながら、8510というネットワークアナライザー、これは初期のネットワークアナライザーなんですけども、ここの入力画面でこのオフセット Z0 というインピーダンスを入れる最大値が、まあ、500オームっていうのに制限されていたために、昔からですね、この500オームを使うようになりました。で、現在もですね、その値の継続性っていうのを重視して、500オームっていう同じ値を採用しています、ということですね、はい。じゃあ今度は容量成分ですねについて考えてみたいと思います。で、これ今この例では 50fF が並列になっている場合を考えてみます。で、同様にしてですね、この伝送路のモデルですね、今度は容量なので5オームという値を入れます。そうですね。で、左側がこの容量を使った遅延時間の式なんですけども、 50fF っていうのと5オームを掛け合わせると 250fS になります。で、このシミュレーターでは電気帳しか入れられないので 2πf をかけて、この電源でエレクトリカルレングスですね、これを入れています、はい。今これ5オームって値使ってるんですけども、この500オームのラインでマイナスの値を入れるっていう方法もあります、はい。で、こちらも同様にですね、この理想のモデルに対してその5オームを使った例と、別のパターンですね、 0.5 オームより低いインピーダンスを使った場合パターンと、どちらが良い近似になるかという話なんですけども、結果はですね、このケース3の方がこの赤いラインですね、より良い近似になるということが分かります。ただですね、このあまり小さい値っていうのにしてしまいますと、ディレイ値も小さくなってしまいますので、測定器によっては入力できない場合も出てきますので、そこでまあその、大体、十分低い値であるというこの5オームのラインっていうのを使っています。で、この Z プローブの例なんですけども、この添付されている、これ紙とか、まあ、PDF とかでついてくるんですけども、そのプローブの、この定義値ですね、のインダクタンス成分というのが書かれているんですけども、これマイナスの値が出ています。で、実際はこれ容量成分なんですけども、先ほどの計算した通りですね、5オームにして、ディレイ値を求めたもの、この値を入力すればいいということになります、はい。で、ちょっと私の方だけも計算したんですね。で、このショートは28ピコヘンリーで500オームを使った場合はこれか、割り算をすればいいので 0.056 と、このカタログに書かれている値と、同じになります、はい。で、ロードの L ですね、これはマイナス 15.1 で、500で割り算をすれば、マイナスの値になりますけども、ネットワークアナライザーによってはマイナスの値入れられない機種もありますので、これプラスの値にするためには、これを一旦容量値に変換してですね、容量値に変換するときはこの Z0 50オームとして考えて、で、容量値に変換をして、で、容量成分ですのでインピーダンスは5オームにして、で、この掛け算をしてですね、 0.0302 ピコセコンドという値を入れるということになります、はい。
で、これ定義値見ますと 0.0302 ではなくて31っていう値にしてますね。これもあの桁数が入れられるので制限があったりするので、四捨五入というよりかはラウンドアップしてるんですかね、その値が書かれています。で定義値についての解説はこれで終わります。それではプローブの定義値を、ネットワークアナライザーに入力していくことにいたします。でネットワークアナライザーのですね、この CAL というボタンをまず押します。でそうしますとこの CAL セット&CAL キッズというタブがありますのでそれを押します。でそうするとこの CAL キット…点点点というボタンが出てきますのでこれを押します。で新たにプローブの定義値を入力しますのでこのインサートというボタンを押します、はい、でここにですね CAL キットの名前を書きます、まあ、例えばですねプローブ、GSG、ピッチのサイズですね例えば400とか、入れときます。でバージョンは最初に入れるので例えば 1.00 と入れます。でキャルキットのデスクリプションですね。これ例えば、G プローブ、GSG 400マイクロンっていう意味ですけども、まあ、こういう風に入れておきます。でこれですねコネクターファミリーっていうのをまず入れます。で、コネクターファミリーっていうのは、まあ、あの同軸系ですと 3.5 ミリとか 2.4 ミリとかそういう、名前になりますけども、プロあのここに自由に名前付けられますのでこのアッドボタンを押して、そうですね私ですとこう例えばプローブという形で名前を付けて入力します。でその適用範囲が、この周波数の適用範囲が、まあ、ここに書かれてますけどもここはあんまりいじらないですね。それからジェンダーですね。同軸ケーブルですとオスメスとあるので、ジェンダードになりますけどもプローブですと、オスメスないので、ジェンダーレスにするのが一般的ですけども、後からですねあのこの2つの異なるスルーですね、異なる長さのスルーを使いたいっていうような時はこのジェンダードっていうのをうまく使うとできますね。あの異なる長さのスルーっていうのは例えばストレートの長さのスルーとかクロスさせるとかループバックさせるとかそういったあの遅延時間が異なるものを2種類使うような場合はですね、この区別をするためにうまくオスメスを使ってですねこのジェンダードを使う場合もあります。今回は一番シンプルなジェンダーレスを使います。はい、でこれで設定をします。で、次にですねこのスタンダードというタブを押します。で先ほどのオープンショートロードをどんどん定義値を入力していくわけです。でアットボタンを押しますと、で最初オープンですね、オープンを選択して OK ボタンを押しますと、でプローブオープンというところで最初にするのがですねこの C の容量、あの容量値ですね、フェムトで出てますので、ここの容量値ですね 13.7 フェムトファラットという値を入れます。ここですね、これ 13.7 という値を入れます。フェムトファラットで OK ボタンで抜けます。次ですね、このショート入れます。 OK ボタンを押します。でショートの場合は、まあ、インダクタンス値かこの遅延時間オフセットディレイとあのインピーダンスですねオフセット Z0 で入れる2種類あるんですけれども、ネットワークアナライザー PNN ネットワークアナライザーはこの L を直接入れることができるので、28ピコヘンリーですかね、これもピコヘンリーになってますね。これをこのまま28という値を入れれば大丈夫です、はい、ショートはこれで OK ですね。で次ですね、ロードを入力したいと思います。でロードに関しては先ほどの説明いたしました通りにそのロードのインダクタンスとかですね、容量を入れる箇所がないのでこのディレイキャラクタリスティックスで入れていきます。でこの場合ですね、ここ右 の, あのプローブによってはこの右の、遅延時間とラインピーダンスが書いてない場合があるんですけども、記述されてない場合があるんですけどそれその場合はこの値を拾ってですね先ほどの計算式に入れてですねでこれをあの求めてください。その求めた値を入力するという形になります。で、これ 0.031 ピコセックですね、それを入れます。0.031 ですね。で値、こっちですね。この値ですね。これが5オームになりますと。
0.031 のピコセックの5オームですね。でロスは、ロスレスとして無損失として考えますので0のままでいいです。はい、これで OK ボタンを押します。はい、オープンショートロードと揃いました。で最後にこのスルーですね。スルーこう1個は、こうありますので、これを OK ボタンを押しますと。で、このスルー、まあ、プローブ、先ほどコネクタのタイプっていうのはプローブっていうにしたので、オスメス入れる必要はないですね。で、その遅延時間、これを入れればいいわけです。で、ここ定義されているのは 2.3 ピコセックなので、ここに 2.3 という値を入れます。まあ、異なる長さのスルーがもう一本あるんであれば、ここをうまく、オスオスの場合はこの値とか、オスメスの値はこの値とか、こう使い分けることができます。今、これ一つしか使わないので、2.3 ピコセックという値を入れます。で、これ、デスクリプション、これ、インサータブルスルースタンダードで出てきましたけど、まあ、まあ、これ、まあ、正確には、ISS のスルースタンダードの名前書いておきましょうかね。まあ、こういう形で入れますと。はい。はい、で、これでスタンダードの入力は終わりました。操作は左のタブから始めて、どんどん右に行くという形ですね。で、今回はソルト構成しかしないので、これは、ここはスタンダード値を入力します。でここですね、このソルトの、まあ、クラスの設定っていうのを名前で呼んでますけども、定義した値から何を使うかっていうのを選択する画面になります。で A、B、C とあるんですけども、一般的には A がオープン、B がショート、C がロードという形になりますので、その順番に、設定をしていきます。じゃあまず A ですね。 A はこれオープンを選んで、この右に矢印ボタンで、設定をします。で次 B ですね。 B はショートなので、これショートを設定します。で C ですね。 C はロードなので、ロードを選択して右矢印で設定します。で最後スルーですね、これはフォワードトランスと、まあ、リバースもそうなんですけども、このチェックマークつけるとこれリンクしますので、こうですね、この4つがリンクしますので、1個設定すれば4つ設定したことになります。これスルー選択してこれ矢印を押します。で、今 2.3 ピコという定義した値を入れたんですけども、アンノンスルーという考え方もありまして、その定義値がわからないとか、ISS 基盤以外のスルーを使うなんて言った時はこのアンノンスルーをチェックします。はい、今はまあ定義したものを入れたので、ここですね、これを選びました。はい、でこれで定義は終わりました。で OK ボタンで抜けますと。でそうしますと、ここにですね、プローブ GSG の予約というものが新たに定義されました。なのでこれで OK ボタンで1回抜けます。はい、じゃあ次はこれ定義値、入力した定義値を使って構成する手順を説明いたします。それでは先ほど入力したプローブの定義値を使って実際の構成をしていきたいと思います。構成はこのキャルボタンから始めます。はい、でこのキャルのメニューでですね、このメインを選びますけども、このアザーキャルズというところを選びます。そしてこのスマートキャルを選びます。はい、で今回は2ポートキャルについて説明しますので、2ポートを押します。でポート1と2が選択されています。まあ、4ポートのアナライザーとかお使いであれば、実際に構成したいポートですね、をここで選ぶことになります。で今回はポート1、2を使った説明にいたします。で次に NEXT ボタンを押します。はい、で最初にしていただくのはこの DUT コネクターですね。で先ほどプローブという形で入力しましたので、このプローブを選択します。そうするとプローブというコネクタで定義したキャルキッズのメニューが出てきますけども、ここではもうこの GSG400 という名前しか入れてませんので、これが出てきます。でこれ右側見てみますと、2ポートの構成でスルーはディファインドスルーを使えると、アンノンスルーの場合はこのアンノンスルーって出てきますけども、で構成がソルト構成、ショートオープンロードスルーを使った構成という形で出てきます。で
このままネクストボタンを押しますと。そうですね、このまま、まあ、始めますけれども、そうですね、今実際にプロブはとか IS 基盤がないのでちょっと手順だけ説明します。最初はオープン状態にしてこのメジャーボタンを押します。で、ちなみにこのステップですね、これは7ステップあるという意味ですね。その最初の、ステップを行っているということになります。で、オープンにしてメジャーですね。通常はこれオープンエアになります。オープンの容量値がですね、このマイナスなんとかファラットって出てくる場合は、大抵の場合は、オープンエアですね。で構成をします。オープン状態にしてメジャーを押すと。次に、ショート、ISS 基盤のショートに、プローブを当てて、メジャーボタンを押すと。で次はロードですね。ロードをつけて、押すと。ただ、まあ、プローブの場合はですね、ポート1に同時にやりたいという場合もありますので、そういった場合は、例えばポート1とポート2開放状態にしている場合は、ポート1でオープン、これでメジャーボタンを押して、で次のポート2のオープンまでこうスキップしていただいて、でメジャーボタンを押しますと。で次に、ショートですね。ポート1とポート2同時にそのショートにタッチダウンしているんであれば、ポート1でこうメジャーボタンを押して、次にスキップしてポート2の、ショートのところまで持っていってメジャーを押しますと。で最後ロードですね。ロードも、ロードのところにプローブを当てて、メジャーボタンを押して、ポートにも、ロードですね当ててメジャーボタンを押しますと。で最後スルーですね。スルーの先 2.3 ピコセックのスルーに、プローブを当ててメジャーボタンを押すと。で、今それが終わるとここネクストボタンが今グレーアウトされてますけど、データが全部揃ったということなので、次のステップに行けて、構成終了という形になります。で、今2ポートの例についてお話ししましたけれども、例えば4ポートにした場合ですね、これ1234ってポート使えますけれども、これもう一回ちょっとプローブってやり直しますね。プローブと。で、この場合ですね、このモディファイキャル、チェンジ、キャルメソッドスタンダードっていうのをこれチェックマークをしてどうなるか見てみたいと思うんですけども、そうするとこのスルーがですね、基本はこれ3つなんですけども、例えばその構成、実際に測る伝送路のモデルが4ポート作動伝送路で、作動入力のが1で、出力が2、それから作動のマイナスの入力が3で、出力が4っていった場合ですね、1、2のパスがまず欲しいですよね。プラスのパス、それから3、4のパスも欲しいということで、ここには3、4がないので、ここでですね、これ3、4を選んでいただいてですね、でこれでやっていただいてもいいですね。それから1、4、まあこれだけでもいいですけども、まあアッドするっていうのがあるので、例えばこれ2、2、3ですね、1、4、2、あ、違う、1、4、これいいですね、3、2ですか、というのを使っていただいてもいいです。このようにしてですね、スルーのプローブにおいてはですね、このスルーの箇所ですね、4つぐらい持っていると、より良い構成になりますので、こういった形で追加してみてください。はい、構成の手順としては以上になります。